ビール、ビール、ビールの中にあるキャンプ場。はい、皆さんこんにちは。ギリギリイクメンことギリメンヨピです。今日はですね、大阪府大阪市にございます舞島バーベキューパークにやってまいりました。都会に佇むキャンプ場でございます。はい、ということでね、今回は都会のキャンプ場にやってきたわけですけども、で、実は今日はデイキャンプでね、やってきてるんですよ。まあ、先日の雨でちょっとね、テントが濡れてしまったので、まあ、その乾燥がてらということでございます。ちなみにこちらまでの道のりなんですが、都心型ということで全く問題ございません。キャンピングカーもね、宿泊することができます。もちろん電波は良好でございますね。まあ、キャンプ場とは言いましてもね、周辺はですね、スタジアムであるとか配送会社であるとかいろいろございますので、大型トラックのね、往来は激しいでございます。まあ、その辺をね、考慮した上でキャンプする必要はありそうですね。では早速チェックインの方行ってまいりましょう。はい、サイトの方到着いたしました。本日のサイトですね、76番ということになりました。こちら電源サイトですかね。もしかしたら宿泊の時は電源が使えるのかもしれないですね。詳細書いておきます。はい、そしてね、公式表記 10×10 っていうことやったんですが、横 10m 縦 10m ぴったりでございましたね。うん、やっぱりしっかり 10×10 あると広いですね。十分いろんなテント対応できるんじゃないかなと思います。で、隣との境界線ですね、このように鉄のレールがですね、貼ってありまして、まあ、隣接すると、まあ、若干目線気になるかなっていうような雰囲気でございますね。ただまあ、サイトの後ろ側ですね、そこのレールがですね、後ろのサイトになるんですが、ここはね、テントサイトになっておりませんので、後ろ側はね、気になるような距離感ではないですね。このようにぐるーっとテントサイトが続いているような感じでございます。そしてサイトの前面道路ですね、全てアスファルトになっておりまして、走りやすい感じでね、目の前には屋根付きテントサイトがございます。こちらもね、後ほど紹介したいなと思います。そしてサイトなんですが、特に駐車位置がね、きっちり設けられてるわけではないので、自由レイアウトっていう感じですね。これもなかなかいいんじゃないかなと思います。ただまあ、景観ですよね。やはりと言いますか、ちょっとビルがね、見えてしまってるので、まあこれがね、大阪市内にあるキャンプ場ということでございますね。まあ、とにもかくにもね、とりあえず設営やっていきましょう。はい、設営完了いたしました。このような感じになりましたね。まあ、やはり 10×10 あるとね、スカイパイロット立ててもそれなりの余裕があって、で、火がね、当たりにくいところちょっと跳ね上げて乾燥バージョンということでね、設営しております。まあ、それにしてもちょっと汚れてますよね。この間のとこ砂利サイトやったんですけど、雨の日に土に当たるとね、こういう風になっちゃうんですよね。まあ、逆に砂利サイトやからこれぐらいで済んだとも考えることができますね。この辺とかね、拭いたらいけるんですかね。そしてまあ、このようにですね、水吸い込んでるんですよ。まあ、模様が見えてると思うんですけど、ちょっと撥水が弱くなってきたかなっていうところなんで、その辺のメンテナンスも今後考えないとダメですね。このスカイパイロットもね、雨に打たれる回数も多く劣化してきたんじゃないかなと思います。はい、サイトの土の状態ですね、もう全く問題なく入っていきますね。固定力もそれなりにあって、しっかり止まってくれるような感じでございます。そしてね、こちらね、結構ギリギリの位置に打ってたんですけど、難なく入ってくれましたね。これはありがたい。ギリギリのところね、入らないキャンプ場も多いんで、固定力も申し分ないですね。そしてまあ、今日は風穏やかですけど、まあ、海が近いんでね、多少は風の影響は受けそうな雰囲気はありますよね。ペグは打ちやすいんですが、まあ単造ペグ推薦でございますね。そして先ほどまではね、ちょっと太陽出てたんですけど、また大きな雲に隠れてきましたね。まあとりあえず乾燥してる間ですね、キャンプ場の紹介の方やっていきましょう。はい、場内マップございましたね。この外側のオレンジっぽいところが全て屋根付きサイトになっておりますね。で、真ん中に区画サイトが連なってるような感じでございます。トイレ水場は1箇所ずつっていうことですね。で、ちなみにこの第一駐車場ですよね、夏季キッズプールって書いてるので、ね、プールの開放がありそうですね。はい、それではね、キャンプ場の紹介やっていくんですけれども、今ね、ちょうどキャンプ場の端の方に来ております。31番サイト、こちらもね、屋根付きじゃない区画サイトですね。そして全体図としてはぐるーっと円のようになっておりまして、その外周をですね、屋根付きサイトが並んでおりまして、真ん中あたりにですね、全て区画サイトがまとめられてるような感じでございます。で、ここにはね、シーサイドアスレチックっていうね、アスレチックもございまして、こちら有料施設ですかね。
で、まあ、区画サイトはですね、すべて 10×10 である程度はね、取られてるんじゃないかなと思います。まあ、若干ですね、こういう風に円になってるところはね、微妙にサイズは違いますが、逆に10メーター以上はね、取られてるような感じでございますね。そして屋根付きサイトがこうありまして、こちらの屋根付きサイトですね、2区画分となっておりますね。ここが境界線になっておりまして、こっちからそこの鉄のレールですね、までがサイトになってるような感じでございます。計測しましたら、横10メートル、縦10メートル、表記通りということで、屋根の方はですね 5×5 っていうことですね。で、高さはかなり取られておるようなので、ほとんどのテントは大丈夫かなと思うんですが、ワンポールテントってなるとね、ちょっとずらしてやらないと厳しいかなっていうところですね。柱からずらせば3メートルの高さでも十分いけるんじゃないかなと思います。で、こちらサイト数がですね80サイト以上あるんですね。びっくりしました。こんな広かったんですね。でも屋根付きサイトっていうことであれば、真夏のキャンプにはね、かなり重宝しそうなんですが、料金はね倍ぐらいの金額になるんですかね、まあ、なので慣れてる方はね、全然区画サイトでいいんじゃないかなっていうところですね。そしてまあ今日はですね、平日のデイキャンプということもありまして、利用者の方はね少なめかなと思うんですが、こちらですね週末しかね宿泊キャンプやってないんですよ。その週末キャンプの場合は結構予約埋まってたので人気っていうことですよね。はい、ではね、入り口のセンターハウス、受付ですね。まあ、ソフトクリームであるとか、手ぶらバーベキュープランであるとか、あと、薪の販売もされてるようですね。ローソンは徒歩1分ぐらいの距離でございますね。大型トラックが止まっております。そしてセンターハウス前からもね、ぐるーっとサイトが繋がっておりまして、屋根付きサイトもね、そっから始まっておりますね。で、真ん中の方にはですね、まあおそらく2台とかで来られた方のための駐車スペースですかね。バーギー体験できるんですね。体験30分4800円。そしてさらにろくろ体験やクラフト体験もろもろございますね。で、薪割り台が横にあって、これは良心的ですね。思ったより広いんですね。こんなに広かったん知らなかったですね。まあデイキャンプやったらね、もうちょっと活用してもいいかなっていう感じがしますよね。そしてセンターハウスからすぐ先にですね、トイレ等ですねございますね。はい、トイレ前にしっかり自販機の設置もございます。で、その前流し台ございますね。流し台は8口ということなんで、80サイトを考えるとね、少なめかなという印象でございます。ではトイレですね。めちゃくちゃ綺麗ですけどね。うわ、綺麗だわ。これは全然問題ないですね。ウォシュレット付きの洋式トイレ、清掃もかなり行き届いてます。便器も4つとかなり多いですね。この数のトイレはね、十分かなと思います。そしてまあ各サイトからのトイレの距離感なんですけれど、これは運かなっていうところですね。まあ、サイトが並んじゃうとですね、結局向こうの方の人は横切ることはできないので、そうなるとね、ぐるーっと回って少し距離を感じる場所もありそうですね。お、乾いてきたね。はい、それでは舞島バーベキューパーク総評やっていきたいなと思います。まずこちらのキャンプ場ですね、通年営業のキャンプ場となりまして、まあ、年越しキャンプとかもね募集されてるようですね。そして他のキャンプ場と圧倒的に違うのは、チェックイン時間、チェックアウト時間ですね。標準でチェックインが10時、チェックアウトが明くる日の5時ということになっておりまして、普通のキャンプ場ならね、アーリーレートをね前後挟んだような時間設定になっておりますね。選択できるサイトはですね2種類のみとなっておりまして、屋根ありの区画サイトですね、5m×5m の屋根がついたサイトになっておりまして、夏場なんかはねかなり重宝しそうなサイトです。屋根の高さもねそれなりにございますので、あらゆるテントで対応可能じゃないかなと思います。そして次に屋根なしサイトですね、こちらも 10×10 サイズぴったりでございまして、まあそれなりの大型テントでも設営することできますし、スペースとしては十分な感じですね。ちなみにこちらのキャンプ場、ペットは全面不可のキャンプ場となっております。で、受付の方にはですね、ソフトクリームなどが買える売店であるとか、で薪販売ですね、でさらにアクティビティ等もございますね。そして周辺状況なんですが、コンビニは歩いてすぐ24時間でございます。でスーパーまでは車で13分、温泉までは車で9分ということで、周辺環境はいいんですが、こちらねシャワー施設がございませんので注意が必要ですね。そして今回はデイキャンプで利用したんですが、仮にうちのファミリーがここに1泊してたとしたら、支
払ってる料金がですね8800円ということになります。そうなんですよ、めちゃくちゃ高いんですよね。サイト代が4400円ということなんですが、ここにですね利用料が大人2200円、小学生から1100円かかってくるわけですね。そうなると小学生2人の家族構成だと1泊1万1000円ということになってしまうんですね。まあこれはね、取り巻く環境下考えてもかなり高額なキャンプ場じゃないかなっていう印象なんですが、仮にですね他のキャンプ場でアーリーレイトを前後挟んだ場合、まあ7000円ぐらいにはなるんですよね。まあうちのように高速道路を使わないでこちらのキャンプ場に来れる方はですね、逆に安くキャンプすることも可能っていうことですね。ちなみに屋根付きサイトはですね、サイト代が8800円かかってきますので、それでも土曜日が満室状態ってすごいですよね。で今日はですね、学生の方たちがオリエンテーションとかされておりまして騒がしい印象なんですが、トラックの走行音とか意外に気にならないような感じでしたね。まあキャンプ場自体はですね、まあ十分な広さかなと思いますし、まあただね、ビルが立ち並ぶ中にあるキャンプ場でございますから、まあキャンプ慣れしてる人ほどこういったキャンプ場は敬遠されるのかなと思います。まあお試しキャンプとか新幕のね試し張りとかでデイキャンプとかであればね、かなりいい環境なんじゃないかなっていう印象ですね。ということで今回はですね、デイキャンプで舞島のキャンプ場をやってまいりました。でまあ施設自体はですね、ファミリーキャンプでもまあ全然安心できるような環境は揃っております。そしてスカパもしっかり乾いてくれましたね、よかったです。まあ汚れはね多少残ってるんですが、まあ今日はカラッと乾いたっていうことでよしとしましょう。またねこういった情報とか配信していきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは舞島バーベキューパークからお送りしました。バイバーイ。ちなみに道路側のサイトからだと道路との距離感はこのような感じですね。まあおおよそ30メートルぐらいは距離はね保たれてるんですが、まあ大型トラックとかね通るとかなり音は聞こえてきそうですね。